この動画には、以上の要素が含まれています。ご理解の上、視聴してくださいね。はい、毎度、ゆっくり霊夢よ。毎度どうも、ゆっくりさないです。バイキングのつばいです。解説役の達也です。前回大骨召喚場所を確認したところから続きです。とりあえずドラウグルとスライムと、あとは0秒内にあった骨あたりでお試し。大骨だからコッペンも考えたけど、今更って感じはあったしねー。あとは明らかに緑に溶けてるのが口にあったので、毒対策にお酒。最初の石碑を見るに、ブヨブヨと大きいのが来るんでしょうな。そうねー、あそこの石碑も全部で5つだっけ。次の石碑がドラゴンっぽいのが描かれてたんですよね。その後が、でかい顔だったかな。まあ、とにもかくにもひとまず大骨。一応、軽くだけ地面を平らにしたんすけど。さすがに全面はやってないっすねー。足場が多少増えればいいんじゃない？あとは、一応大きな木に見張り台を置いたんすけど。あ、沼の緑のを壊した時みたいな。こんな感じに。長老とかのことを考えると、すぐに壊されそうな階段ねー。余裕があれば使うかな程度ですけどね。相手に飛び道具があるか次第よね。エイクスリルは雷撃で、長老は遠距離は枝、というかショットガンみたいなのもありましたもんね。そういや、エイクスリルとか上から攻撃すればいけんのかな。雷撃を上にも撃てるのか次第よね。あ、前回最後のスクショはこれね。ポンと置いてあるんですね。さて、それじゃ行きますかね。スライムアウト。ドラウグルアウト。ドラウグルエリートもアウト。ブヨブヨも、ダメか。古くなった骨、お？正解みたいですね。適当に半分出してきたけど、よかったよかった。さーて。また偉い場所にはいたもんね。おお、なるほどスライムの集合体か。あ、当たらんのか、ここ。まずはモーション確認から行きましょうか。なんか生えてるわねー。ぬ、えらい固まって雑魚が来たな。ツバイさんが見上げてる時に、何か投げてましたからそこから湧いたみたいですね。なるほど、雑魚召喚もするのか。通常ガードはできないな。犬が面倒くせー。弓兵の位置がいやらしい。む、ここで食らうか。このゲロが毒って感じかしらね。さすがのポイントがわからん。もうちょい遅いか。お、やっぱり名前が名前だけに打撃弱点でいいわね。そのようで。ドラウグルはここらのが寄ってきたんでしょうかね。雑魚の召喚はスケルトンとスライムかな。雨でスタミナ回復遅くなるのが厄介ねー。近づいてくるときは大体殴りか。召喚の着弾点で湧いたら潰して、ゲロは範囲外にってところですかね。しかし、さっきから弓のドラウグルがどこからか、チクチクと。沼は雨もあって余計に分かりづらいからねー。モルスは。あらら。さすがの保護色。
やれやれ、やってくれたなあいつ。なんか死んだの久しぶりな感じね。前回は沼地で拠点作ってたあたりですね。この違いがもどかしい。あ、お前いたいと思えば星付きだったのか。位置取りも微妙な場所ね。ふう。そろそろ HP も戻ってきたし近づくか。長老とかより HP バーの出現距離短いのね。さて改めて、ひとまずモーションは3つか。召喚は潰して、攻撃はここか。お、ジャスがすればいけるのね。もしくは距離を取って素振り誘発でしょうか。あ、これ前回の長老より楽かも。あの時は聖堂装備も温存してたしねー。投げたものは即座に潰す。使ければジャスが OK。 これを繰り返すだけだな。雨が降ってるから微妙かもだけど、冷やってどう？スライムって考えると火はいけそうですけど。一つは微妙でしょうけどね。じゃま試しますか。ああ、炎上が白ダメージっすけど 0.6 とかですな。矢を大量に持ってれば、さっきの休憩場所からチクチクもいけたのかしらね。まあ、素直に殴ろう。これは足元を少しでも整地しておいて正解でしたね。召喚された場所まで水だと難儀するものねー。ヒアも200本あるんすけど、多分足りないかな。さて、気づけば半分も終わり。ちょいちょい動いてたから、周囲の木が結構倒れてるわ。あとは俺の作った休憩場所にたまに向くおかげで、スタミナ回復がはかどるんすよね。まあ、早々に階段壊されて登ることはできないですけどね。そこは知ってた速報よ。近すぎた。モードランブルも来てないおかげで、割と楽だな。おわぁ。まさかの資料乱入。これはあれですかね。木が壊されて降りてきたとかでしょうか。やれやれ邪魔すんなよ。もうお前の攻撃は完全に見切った。ただスタミナ回復時間だけがネック。これは毒じゃなくてスタミナ回復系の酒でもよかったかもね。毒対策はしてないとそれはそれで倒れてそうですけどね。結局、あれから死ぬこともなくここまで減らせたわね。パターンにハマるんだったら楽っすねー。通常攻撃も横振りくらいですし。おい。微妙に時間だけかかってますねー。だいたい雨のせいって感じすな。毒耐性切れたから10分は経過したわね。しかし、もうちょいなのでそのまま。よし、このスタミナなら。お疲れ様です。12分ちょいかな。さて、ドロップは何かしらね。邪魔邪魔。トロフィーの他に何か見えますね。角？なんだろう、クワガタの顎のような。また骨。霊廟の鍵みたいに次に繋がるアイテムよね、多分。大骨のトロフィー、
これもまたでかいな。そしてトッディ。この骨には強力な魔法がかけられており、地中に隠されたものへと導いてくれる。金の鉱脈を探し当てることができるのだが、埋まった宝物が見つかるかもしれない。とのことです。ふむ、次の目的は銀ってことか。サンキュー、トッディ。銀ねえ。アンデッド特攻のイメージあるから、霊廟前にあると楽しそうだけど。まあ、難しいんじゃないです。ところでさっきから骸骨の音はするんだよな。なんか上から破壊音が？あ、そこにいたのか。これはもしかして召喚で呼ばれたのが、そこに出たんですかね。ボッシュートになります。いや、これ下手に弓持が狙撃だったら大変でしたね。確かに。おお、お、これはまた骨の効果？へえ、ソナーというか近づくと変化する感じなんですかね。手当たり次第掘ってるんすけど、ここ水が出てくるんすよね。さすがにそこまでがっつり深いとこだと掘れなくなるものね。一度どれくらいの場所で反応するかわかれば、今後の参考になるので見ておきたいんですけどね。お、どんどん間隔が短くなってきた。お、泥まみれのゴミの山。これ霊廟にあったやつよね。へえ、こういう風にも埋まってるんですね。偶然見つけるパターンもあるかもしれないんすね。お、クズ鉄。結局、あそこの一塊を崩してクズ鉄が4ですね。まあ、偶然見つけるだけだと鉄装備には厳しい感じになってるのね。そうみたいっすね。さて、とりあえずこのトロフィーだけ飾りに行きますかね。久しぶりの初期拠点。あん？え、草原とかでもあるんだ。いろいろな場所にあるんですかね。ひとまず先にトロフィーっすよ。うわ、キモ。物理ダメージへの抵抗力か。戦闘向けのスキルですね。ふむ、せっかくだし使うとするか。さて、お次のがこいつか。月と日を渡る黒い翼、山を下り我らが母来たる。母の涙は雨のごとし、母の声は再び我らを家へと呼ぶ。山を下りってことは、山のボスってことすかね。で、こっちが最後かな。遥か昔、彼は王冠をいただいていた、血の赤の空の下で。今や彼には何も残らぬ、しかし彼の霊は死ねぬ。こっちはよくわかんねっすな。なんか大骨がずれてるのが気になる。で、ここのまた骨反応は、ストーンサークルの中みたいっすね。もしかしたら、地形である程度わかるのかもね。お、見覚えのないネックレスがありますね。チェストで入ってる方が楽ではあるっすね。といったところで、今回はこの辺りで、ご視聴ありがとうございました。またねー。